東口純章は大阪府高槻市出身のプロサッカー選手。J リーグガンバ大阪所属。ポジションはゴールキーパー。元日本代表。7歳から大阪でサッカーを始める。小学校時代はフォワードだったがある試合でチームメイトとのじゃんけんに負けたことでゴールキーパーとしてプレーする機会を得た。当初はゴールキーパーとしてプレーするのが嫌で監督に。 フォワードとしてプレイさせてくれと頼んだこともあるというが、プレイの内容が良かったことから、重要な試合でゴールキーパーとしてプレイする機会が増えていった。柴谷中学校時代はガンバ大阪ジュニアユースでプレイしていたが、身長が低いことなどの理由からユースへの昇格は見送られ、京都の洛南高校に入学。高校では、 入学時に 162cm だった身長は 180cm にまで伸びたものの3年時に高校サッカー選手権大会の京都府予選で決勝まで進出するモピー系戦で惜しくも敗戦し全国へ行くことはできなかった高校卒業後は福井工業大学に進学しかし2年時にサッカー部が解散したため新潟経営大学に転入 2007年には、ユニバーシアード代表に選出され、2008年は、伝送カップを受賞するなど徐々に頭角を表し、アルビレックス新潟の特別指定選手に登録された。プロ入りに際しては、古巣のガンバ大阪からもオファーがあったものの、大学卒業後は自ら、サッカー人生の転機になったと語る新潟に加入。6月7日に、 ナビスコハイオセンリーグ第6節サンフレッチェ広島戦にて公式戦デビューを果たしたが5失点を喫した2010年は黒川紀也、高木隆弘に次ぐ第 3GK と目されていたが高木が開幕前に負傷離脱し黒川も J1 第2節十尾ビ岩田戦で負傷退場したため急遽途中出場し J リーグデビューを果たした 試合は1から0とリードした場面で同点ゴールを決められるというほろ苦いものであった。その後はレギュラーの座を譲らなかったが J1 第14節ベガルタ仙台戦で左眼下壁骨折及び尾骨骨折の全治3ヶ月の重傷を負い一時戦列を離れた。怪我から復帰するとレギュラーに返り咲き最終的にリーグ戦十五試合に出場。 飛躍の一年となった。2011年は、プロ入り後初めて開幕スタメン入りを果たすなど、先発出場を続けていたが、8月28日に行われた、ファン感謝イベントのサマーフェスタ2011のリラックスゲームで、右膝前十字人体損傷。全治8ヶ月の重傷を追い、急遽移籍加入した、武田洋平を登録するため、 9月9日付で選手登録を抹消された。2012年はリハビリからのスタートとなったが、4月4日のナビスコハイ予選リーグ第2節清水エスパルス戦で約7ヶ月ぶりに先発復帰を果たした。また、7月21日に行われた東日本大震災復興支援 2012J リーグスペシャルマッチの J リーグ選抜メンバーに選出。 前半45分間に出場し、J リーグチーム AS1 の元イタリア、代表 FW アレッサンドロデルピエロと対戦した。チームが、得点力不足で苦しむ中でも安定した守りで、鼓舞していたが、10月13日のザスパクサツユ23とのトレーニングマッチで負傷。右膝前十字靭帯再断裂並びに、内側側副靭帯損傷で、全治8ヶ月となり、 二年連続での長期離脱となった。2013年7月6日の J1 第14節、柏レイソル戦で、約9ヶ月ぶりに公式戦復帰を果たした。復帰以降は、守護神として後半戦を首位で乗り切ったチームを支え、第33節横浜 F マリノス戦では、後セ部を連発し、マリノスのリーグ優勝を阻止する活躍を見せた。 2013年12月16日、ガンバ大阪へ完全移籍。ジュニアユース時代を過ごしたガンバへ13年ぶりに復帰となった。1年通して大きな怪我なく、プロ入り後では初めてリーグ戦全試合にフル出場。リーグ優勝がかかったシーズン終盤の第32節浦和戦や第33節神戸戦ではファインセーブを連発し、 11月12月の J リーグ月間 MVP を受賞。シーズン通して安定したセービングを披露し、失点数はリーグ2位体の31失点に抑え、完封試合はガンバのクラブ新記録となる14試合を記録するなど、ガンバのリーグ優勝さらには国内三冠達成に大きく貢献。監督の長谷川健太からはチームの MVP に指名され、 同年度の日刊スポーツ提供、黄金の足賞を受賞。また、ガンバの公式応援番組、ガンバ TV アーと黒の年末特別企画、ガンバ TV アオーズでは MVP に選出された。2015年も前年に劣らぬ高いパフォーマンスを見せ、1年、通して大きな怪我なく過ごした。代表召集期間と重なったナビスコカップ、準々決勝、準決勝、 駿河銀行 CS を除く、公式戦前試合に出場し2年連続で、ガンバ TV、アウォーズの MVP を受賞。CS 準決勝浦和戦では、ビッグセーブを連発して、浦和の猛攻を防ぎ、さらに、庭大輝の泡や、オーンゴールになりかけた、バックパスをわずかに足先で触れることで軌道を逸らし、失点を防ぐと、そこから自身がつなげたボールが、藤原、 広志輝きの決勝点を呼び込む活躍を見せ、J リーグが選ぶ、同試合のマムに選出された。天皇杯決勝の浦和戦でも味方の倍以上の、シュートを浴びながら1失点に抑え頑張の天皇杯連覇に貢献した。2018年4月21日に行われたセレッソ大阪戦で、味方の三浦玄太と接触し、右頬骨と右眼過程を骨折。 怪我から3週間で練習に復帰し、5月12日の横浜 F マリノス戦にて、先発復帰を果たし、危ぶまれたロシア W 杯メンバーにも選出された。2020年、開幕戦の横浜 F マリノス戦の勝利以降、幾多のファインセーブを披露し、チームの2位と天皇杯準優勝に貢献した。2021年11月3日、 第34節の横浜 F マリノス戦で J1 通算350試合、J1 通算100試合完封を達成。2011年 AFC アジアカップの日本代表予備登録メンバーに選出された。3月29日の東北地方太平洋沖地震復興支援チャリティーマッチ頑張ろう日本。では日本代表の本メンバーに選出される。試合には 川島栄治、西川修作に次いで交代出場し、国際 A マッチではないものの A 代表デビューを果たす。出場時間帯に J リーグ選抜の FW、三浦和義に得点を献上した。同年行われたキリンカップにも召集された。前述の負傷による長期離脱を経験して、以降は A 代表からは遠ざかっていたが、2014年11月に、 約3年ぶりに日本代表に招集される。12月には自身にとって初の国際大会となる AFC アジアカップ2015の代表メンバーに選出された。2015年8月9日東アジアカップ2015の対中国戦で初招集から約4年越しで国際 A マッチ初デビューを飾った。2018年 ロシアワールドカップのメンバー入りを果たした。大会中は、政治系の川島のパフォーマンスが安定しなかったこともあり、メディアから東口や中村康介を押す声も出たが、出場機会はなかった。その後、9月10日に放送された、ガンバ TV 青と黒で、ゲスト出演した W 杯で監督だった西野明に、VTR で、どうしたら使われたんですか と直球の質問をし、最高の準備をしたと思う。ただ、キーパーは継続して使う、変えて好転させる、自分は継続を選んでしまいましたと西野から川島を起用し続けた理由を聞いている。9月に日本代表監督に就任した森安はじめのウィジンのメンバーに選ばれ、初戦のコスタリカ戦ではスタメンとして出場している。12月12日、 AFC アジアカップ2019の日本代表メンバーに選出された。本大会では大会期間中に負傷し短期間で回復したものの決勝までメンバーで唯一出場機会はなかった。なお、2019年3月を最後に代表からは遠ざかっている。その他の国際大会、ありがとうございます。